はい、今回のスタート地点はですね、ある意味 結構同じスタート点になりますけどもね、ここね、魚見町のね、坂をね、登るところからですね、今日はですね、9月の29日、時刻は9時2分。いい天気ですよ。ご覧のようにですね。ただね、この前からあれなんだけど、今ほら、斜めからまだ、太陽があれしてるでしょう。まあ、朝のうちですもんね。それでですね、やっぱりこの私のこうフロントガラス車ですね、小さなね傷がねまだね取れてないんですよ。で、取れてないというのが、このおまかせテレビを始める前に、フロントガラスをきれいにしようと思ってですね、こう磨いたらですね、逆にですね、ここ右行きます。ちなみに今この右を通り過ぎたところはですね、あれですよ、東谷山小学校。あれですね、もうここは定番っていうのはもうしょうがないですもんね、いつも言うみたいに。いわゆる中央駅付近、に行くにはですね、いくつかの道しかないんですよ。もうこれはもうこういうのもあんまり言わない。ここ東谷山中学校ね。小学校の名前言っても、ここの中学校の名前を言わないっていうのが結構あるんですけども。それはですね、もう隣だからと言われもあるんですけどもね。ここあたり行くとですね、大体がね、桜島の話題をする言うんです。ですからね、ごめんなさいね、中学校の人たちね。悪意はないですからね。ちょっと一旦ここで止まりますね。それからゆっくりゆっくり。はい、右折します。それでさっきの太陽が斜めからになりますけども。まあね、やっぱりね、9月になってきたら、もう今日はほら、もう9月末なんだけども、明日、明後日で終わるんだ。明日で終わるのか。そうするとですね、太陽がの、出と入りの位置がですね、変わってくるんですよね。で、角度がですね、同じ時間でもですよ。そうすると自然とね、朝も逆行、夕方も逆行ってなるわけですよ。逆行、逆行、逆行、逆行って歌があるでしょう。ないですね。それであれですよ。ちょっと帰ってからこう編集するときにですね、まだガラスの、ちょっと待ってくださいね、左行きます。表面にほこりがついてて、まあほこりがついててもですよ、この目立たなければいいんだけども、なんかこうね、汚くなるんです。で、表面自体はあれ、ウォッシャー液を出るとき、それからちょこちょこドライブ中もかけるんですけども、表面がですね、やっぱりこう細かい傷があると、やっぱほこりがつきやすいんですね。だからですね、明日はちょっと無理か。まあ、近々ですね、このフロントガラス用をですね、また磨きます。手じゃなくてですね、
ドリルにですね、電動ドリルですよ。あれに、ぐるぐるっち回るやつ、なんで、パフ？パフかな？なんかそういうのですね、取り付けて、それに、いわゆる磨き粉みたいなやつをですね、するんですよ。今どうかな？太陽が映り込んだと。いや、もう太陽はちょっと映り込んではいないですね。映り込んではいないけど、何でしょうかね。あれがパッとこう、浮き上がるとですね、やっぱり目が覚めるんですよ。目が覚めるっていうのは、鹿児島のこう、景色にこう、まあ見とれるっていうあれじゃないけど、こう、ふーってこう、まあ魂が休まるっていうんですかね。私なんかもそうです。映画なんかも見てても、アクション画面、場面ですね。アクション場面のカーチェイスなんかでもですよ。こう、車バンバンぶつかったりですよ。宙を飛んだりするんだけど、心はあれですもんね。安らいでますもんね。あれを実際にの、事故だったり、そういう、場面に出くわしたら、とてもそういう気持ちになれないんだけど、まあ、映画だと思って撮るから、見るから、どんな場面を見ても大体において、ドキドキしてもですよ、恐竜が今から出てくるっていう感じの時でも、こう、なんですかね、リラックスしてますもんね。なんだけどそういう時に、昔ほらすいませんね、話を飛んで。だけどあれかも、昔の映画って言ってもわからないかもしれませんね。昔の映画はですね、フィルム映画だったんですよ。ちょっと待っててね。もう一回一旦停止しますからね。はい。昔のね、あれはもう完璧なフィルム映画でですね、リール、レール、リール、リールですね。リール、リールってのがあるでしょう、歌が。んで、そのリールにですね、だいたい20分分ぐらいしか、負けなかったみたいなんですよ。ですから、一本の映画が、まあ、1時間半。まあ、1時間でもいいですけど、1時間だったとしたら、6回フィルムを、変えないかんわけです。ほんで、どうしてたかっていうと、映画館には映写機が2台あって、1台をぐるっと回るでしょ。回すでしょ。ほんで、もう1台のやつには、2番目の、あれが、リールがかかってるわけです。そして、こう、映画が始ま、あれして20分ぐらいになるとですね、画面の右上か、どっかにですね、黒いですね、なんか墨でぐらってこう、書いたようなですね、あれが、マークが出るわけです。ほんで、それがマークが出たときに、なんですかね、撮影じゃないですね、映写技師っていうんですかね、その方が次の、映写機のスイッチをポンと入れて、ほんで、いわゆる映写機が切り替わるわけですよね。だから何を言いたいかというと、今からこう切り替わるっていうところに、画面の右上にチラチラチラって黒いのが出ると、もう目が覚めるわけですよ、こう没頭してたのが。あ、これで今が、くい、あいが、今、運転士じゃないの。映写技術さんが、よしと、今のタイミングでこっちの、もう一方の映写機を回さないかんたんね、っていうのが頭に浮かぶわけですよ。そう知らんがれはですよ。その黒か、あの黒か右の丸はないやろか、って思ってたぐらいなんですけどね。
それでもね、やっぱりね、映画に没頭できなかったんですよ、私はですね。構想ちょっと変えましょうね。いやね、今日はね、あそこまで行くんですよ。水族館横のですね、なんか潮風通りというところにですね、ちょっと右行きますね。潮風通りというところにですね、行ってビデオスライダーの、もうテストじゃなくてですね、を使ってですね、あれをしようかと、撮影しようと思ってですね、いるんですよ。ですから最短距離今9時13分だけど、まあそんなに急がなくてもいいんだけど、最短コースばっかりこう通っちゃればですね、もう頭まっすぐ行くだけですからね。そしたらやっぱりほら見てる方がですよ、またけまたけあ、またけっていうのはですね、これは標準語ですよね。違うけ、またって言ったわけですからね。またなのって言われたからあれですけど、まあ鹿児島じゃまたやまあアクセントがちょっと、あ、やとあれが違いますね、かが違いますね。またけって言われるといけないからですね、まあ気持ちだけですね、努力を組んでくださいね。ここ左行きます。いや、一つはですね、逆光に対するこのあれの、あれはどうかなってやつですね。ここはですね、一旦右行こうかな。それでですね、それでですね、あれですよっていうのが私の口癖になってみたいだけども、いや、今ね、サンキューを見たんですよ。マニュアルでしょ。そこの駐車場に行こうかねと思ったけど、まだですね、開店前10時からでしょうね、多分ね。で、右行くとですね、もう最初で言ってきますけど、ちょうど正面はね、南港っていう港なんですよ。なんだけど、船の形がわかるようなのはないですね。わからないでしょう、ここを見た時が。前がその港だっていうのが、あ、少し船のマストみたいなのが見えてますね。こっから見た中で冬、春の、ね、春じゃないや、秋の季節感のあるものちょっとなかったですね。だけどあれですよね、あ、左行きます。こう鹿児島、まあ自分たちはこう鹿児島に慣れてるからかもしれないけども、なんかやっぱりこう季節感っていうのがないですよね。この前彼岸花を取りに行った時、北海道の方から、北海道には住んでない、あれは彼岸花がないからこうとても珍しいって、でその方が調べてくださったら、彼岸花の北限は新潟かならしいんですよね。だからそういう方から見ると、やっぱり鹿児島は南の、いわゆる九州の、南の端にあるんだなっていうのは分かるかもしれない。例えばそのほら、右の方のこれマックスっていうパチスロ屋さんがあるんだけど、そこのところに木がこうヤシ、なんていうヤシの実かわからないけど、やっぱこういうのを見ると
ああ、やっぱり違うわね。こういうアクセントじゃないです。違うわね、やっぱり。鹿児島と北海道じゃ、みたいなことを思われるかもしれないけど、だんだんやっぱりこの、街路樹なんかも、そんな鹿児島独特のとかですよ。前はあれほら、何系あれは、あれですよ、赤い。ディゴじゃなくて何系、ポッチ出てこんごだったけど。それ、頭のですね、ちょうどね、喉のね、声帯の3センチぐらい下にはこう来てるんですけど、その赤い花がずっとあったんですよ。それがね、ないしですね。そしてもう全国チェーン店が多くなったでしょう。それとそのコンビニとかですよ。あれなんかもですね。まあ、一番目立つのが鹿児島だって思うのが、走行車両が全部ほとんどが鹿児島ナンバーっていうぐらいですかね。あのほら、あの後輩の後輩ですよ、桜島の灰が降った時ですね、ロードスイーパーっていう、ああいうのなんか、撮るとね、鹿児島っていう感じがするんだけど、確かね、今月の11日かぐらいの夜にですね、結構降ったらしいんですよ。で、その翌日に、ロードスイッパーで、その、こう、道路の、あの、灰はですね、道路のこう脇にこう、大体固まるっていうか、あの、ほら、あの、見てもらえるとわかると思うんですけど、このアスファルト道路っていうのは、こう、中央付近が高くなって、右側に、左右にですね、傾斜が取ってあるんですよね。雨が降った時にこうたまらないように。ほんで灰も雨で、流されたり、それからこう車が巻き上げたのが自然とその、両サイドにこうたまるんです。でそれをですね、あのロードスイッパーっていうのがね、すくい上げるようにしてですね、あの掃除をしていくんですよ。ですからね、そういうのがあると、あ、カゴもやない。鹿児島にいた人はですよ。あら、カゴもやない。って。ほいで、そういう風景が出ると、出た日に、もしくは出た次の日ぐらいから一週間ぐらいはですね、鹿児島の住宅街を通ると、黄色い、何ですかね、あの、ゴミ袋、灰袋ですね。ちょうど今のほら、U ターン禁止の、マークがありますよ。この、これみたいなね、色をしたね、灰袋がですね、を配るんですよね、鹿児島の。町内会が配るのけ。で、それがですね、いわゆるなんけ、ゴミ収集の、車来るでしょう。あそこあたりにこう山積みに触れるんです。それがですね、鹿児島の、まあ、風景じゃ風景かな。よそではこう見られないですからね、そういうのね。道路はちょっと左行きましょうかね。まっすぐ行くつもりだったんですけど、渋滞してるみたいですからね。コースを変えるのもいいかもしれない。コースを変えるってあれですよ。特別なコースじゃなくて、電車通りを通るっていうことです。茶の目の傘が降りてくる、裾の乱れも。ちなみにですね、正面はですね、イオン鹿児島鴨池店、元鴨池動物園跡です。いや、こういうこともですね、たまには言っとかんとですね、
60年ぐらい前にここを鹿児島を出られた方、動物園はどこ行ってたのかいっていう思われるかもしれませんからね。氷元電停ですね、ここはね。あ、それとですね、この右の方の、ビルが見えますよ。メイコービル。あれの向こうの方は、右の方はですね、九州電力があったんですけど、もうそれもですね、ありません。九州電力が、その、移ったのはそんな昔じゃないですもんね。いい天気ですね、本当ね。風もなさそうだ。もうその目的に着くまであれもないから、ちょっと待ってね。なんか鹿児島弁のないかい、使えるあれないけ。少しは良くなったっていうの、自分があの。あれで、鹿児島弁でどういうのって、標準語を鹿児島弁に直せばどうなるけっていうので、ね、少しは良くなって、なんでこれを例題にあげようと思ったのかわからないけど、ありますから言いますけども、ちった予感になったど、これですね、ちった予感になったど、少しはちったちっとちっと、どげに言いますか、ちっとくれ、そんよ、すずめん卵よ、ちっとくれ、ちょこっちくれ、これは大体わかるでしょ、ちょこっとちっと。ほんで、よくなったよってな、よか、よかふになったよ。あ、だから女性も使えますね。どげん、風の具合はどうなのって、うん、ちょっちよかになったよ。使えるんじゃないですかね、女性の方さん、はい、ちょっちよかになったよ、彼氏かなんかがどう、体の具合、うん、ちょっちよかになったよ、ちょっとあれですね、こういうシチュエーションにはそれこそ彼氏の方がないごよとはやわっか、どうしたの、風の具合良くなったけど、ちょっと頭の方がちょっとおかしくなったんじゃないっていう中に、ちょっと待ってないね、いや人から車がね、案外こういうの使えるかもしれないですね、遊びとしてですよ。その私ね、鹿児島弁今習ってるのみたいな感じで、どこ駅の近くっていう中に、んにゃんにゃじゃない違うわみたいな感じになってるんですよ。ほんでその時は私のこのおまかせテレビを宣伝してくださるってことですもんね。そんなの見るなお前って言われるかもしんないけど、よかはね、私の勝手だからねって言ってくださいね、その時はね。うん、だけどあれかも、よかになったよっていう、これは可愛いかもしれんですね。どうって聞かれた時、うん、よかになったよ、どこの言葉それってやれるかもしれない。その時はもう秘密って言ってくださいね。ね、正直言いますけどね、一人でねこれをやるとね、なんかね、もう一人の自分がね、冷ややかな目でですね、見てるんですよ。いや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 んですがよ。あ、もう23分だ。ちょっと遠回りしすぎましたね。これであそこまで行くか？
まあ、一応じゃあここでとりあえずお開きにしましょうね。ちょっと長い。はい、ありがとうございました。